どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、あのマロカリス改め、あのプス先輩です。え、あんた何その姿？いつもはこんなのじゃない。ああ、この姿か。ポケモンに関する解説の際は我が輩、あのマロカリスをモデルにした、あのプスの姿で行こうと思ってな。マロ先輩って変身できたのね。当たり前だ、我が輩は古代王者だからな、このくらいできて当然なのだ。そうなんだ。まあいいわ。今回は何を解説するのよ？今回は第一世代の化石ポケモン、プテラと元ネタになったプテラノドンを解説して、行くぞ。自分が望む目次、一緒にいるポケモンも隣にいる人もいいねって笑顔になるような、そんな目次に変えていけばもっともっと素敵になるって私信じているの。まずは元ネタになったプテラノドンを解説しよう。プテラノドンは翼を広げると約9メートルという大きさだったが、体重は20キログラムと中型犬くらいの重さしかなかったのだ。大きさに比べて体重軽すぎ。なぜそんなに体を軽くできたのかというと、骨の中身が空洞だったのと、筋肉がそんなになかったためなのだ。体内はスッカスカだったのね。それに比べてトッポはすごいよな。最後までチョコたっぷりなんだもん。筋力がなかったため、翼を羽ばたかせて飛ぶことはできず、高いところから滑空して、グライダーのように気流に乗って飛んでいたのだ。メガネ裏と同じような飛び方ね。力がなかったから映画のように、人を持ち上げたりすることはできなかったとされているぞ。あくまでフィクションってことね。胃の中に魚が詰まっている化石が発見されているから、魚を主食にしていたのだ。魚の骨を取ってくれる人がいたら、私も魚大好物です。プテラノドンという名前は歯がない翼という意味で、歯がない翼竜だからそう名付けられたのだ。歯がある翼竜もいるの？ああ、プテノカスマとかの翼竜がいるぞ。プテラノドンの特徴的な大きなトサカは、飛んでる時にくちばしを少しの力で動かすためだったり、求愛のために使われていたと推測されているのだ。無駄にでかいわけじゃなかったのね。次はプテラを解説しよう。分類は化石ポケモンで、胃は、飛行タイプ。高さは 1.8 メートル、重さは 59 キログラムだな。実際のプテラノドンの2倍くらいの大きさね。化石ポケモンと分類されているが、歴代の化石ポケモンの中で唯一、化石ではなく琥珀から復元されているぞ。ほえ。それでは図鑑説明を見てみよう。琥珀に残された恐竜の遺伝子から復活させた。高い声で鳴きながら飛ぶ。もし買うとしたら、うるさそうね。我が輩はうるさくないから買うのはおすすめだぞ。やだ。ノコギリのような形の牙で相手の喉を噛み切ってしまう。凶暴な古代のポケモンだ。プテラは元ネタと違って歯があったのね。きっと幻獣のワイバーンとかのイメージも重ねているのだろうな。大昔の獰猛なポケモン。翼を広げ空を滑るように飛んでいたらしい。飛び方は元ネタと同じように、滑空しているみたいね。よく調べてあるな、ゲームフリーク。だからなんで上から目線なのよ。琥珀から取り出した遺伝子を再生して復活した恐竜時代のポケモン。空の王者だったと想像されている。ポケモンにも恐竜時代があったのね。じゃあカンブリア紀も存在している可能性が。それはないでしょ。琥珀に残された遺伝子から復元させた。予想以上に凶暴で犠牲者も出た。きっといきなり復活させられて驚いていただけよ。ナウシカがテトを落ち着かせたみたいにやれば大丈夫なはずよ。マロ先輩、ナウシカに出てきそうな見た目してるわね。我が輩は虫じゃない。あ、今は虫タイプだった。古代の獰猛なポケモン。完璧な復元は今の科学でも不可能らしい。じゃあこの姿は本来のプテラじゃないの？琥珀からだと他の化石ポケモンと違って、完璧に復元できないらしいな。やっぱりポケモン図鑑をちゃんと見ると意外な設定を知ることができて面白いわね。そうだな、今回両方の生態などを見てみたが、モデルになったプテラノドンにはない凶暴性や歯があったりと違う点が多くあったが、空の飛び方は同じというところを見ると、ちゃんと参考にしていると感じられたな。ちなみにプテラは化石ポケモンで唯一メガ進化ができるのだ。ゲームフリークよ、まだ遅くはないと思う。だからアーマルドをメガ進化させてくれ。絶対ないわね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。